こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、ルクミさんという保育園児ですね、子供の、寝返りを、検知するシステム及びサービスというのを一緒に見ていきたいなと思います。自分も先日テレビで初めて知ったんですけども、赤ちゃんが例えば保育所に預けている赤ちゃんがお昼寝とかするときに寝返りを打つと思うんですよね。でその時に例えばうつ伏せになってしまったりだとか、あとは動かなくなった時とかって、お医さんが、動かなかったらその確認をしたりだとかという業務がこれまで当たり前だった感じみたいなんですけども、そういったところを、システムを取り入れることによって自動検知して、保育士さんの、業務を手助けできるというサービスが今注目を浴びているみたいです。結構その保育所の業務っていうのはもうどうしても人が関わらないといけないような感じがするんですけども、その中でもその技術、コンピューターの技術を取り入れることでよりよくできるビジネスモデルになっているようなので、今回は一緒に見ていければなと思います。はい、今回紹介したルクミというシステムを作られて、このユニファさんという会社さんなんですけども、コンセプトというか家族のコミュニケーションを豊かにするプラットフォームを創造するということで、こういったジャンルに特化したようなシステムを作られてるみたいですね。すごいいいですよね。で、で今回するルクミというのはこういったものなんですけども、この、ページを見るとすごいわかりますね。その保育士さんの、保育士さんが、普段する赤ちゃんの、寝てるスケジュールチェックであったりだとか、結果はそれで例えば、寝返りを変に打っちゃってるだとか動かなくなってたら、保育士さんに、アラートが自動的に行って、対応できるようになってるみたいな、すごく役に立つようなツールになってますよね。すごいですよね。ちゃんと医療機器として届け出されているようで、業界初っていうのは強いですよね。で基本的なサービスとしては体が動かなかったりうつ伏せになってたらアラートが飛んだり、あとはその寝てる時間チェックシートを自動で作ったりだとか、あとは事務室から、チェックできるだとか、いいですよね。結果的にこのページを見てもらうといろいろわかると思うんですけども、この保育士さんの場合は最近すごい人手が足りてないとか業務の負担が大きいみたいな話があると思うんですけども、そういった保育士さん自体の、負担を、減らしてあげるようなすごいいいシステムになってるんじゃないかなと個人的には思います。はい、といかがだったでしょうか。これも保育士さんの その代わりになるというよりかは、保育士さんの業務を減らして、もっとその人じゃないと対応できないという仕事に専念できる環境を作るということで、すごく役に立つシステムになってますよね。今後自分でサービスを作るときも、こういった社会は、ちょっとした貢献、誰かのための役に立つようなシステムを作るっていうのはすごい面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていければなと思います。はい、今回はこれで動画は以上となります。もし内容が良ければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。